カッパ園長グッズ第4弾、オンラインサロン1周年記念のお知らせです。本日、2月23日から3月20日最終日を予定しておりますが、数量限定になっておりますので、ご興味ある方はお早めにどうぞ。はい、カッパ中袋、カッパ園長です。さて、もう一個のね、チャンネルの方でもお伝えしておりますんで、まあご覧になったという方も多くいらっしゃるかと思いますが、カッパ延長グッズ第4弾がね、今日から販売受付、まあお申し込みの受付をね、開始しておりますんで、まあその告知をこちらのチャンネルでもね、まあ改めてですけど、やらせていただくっていった内容になりますんで、もう一個のチャンネルの方ね、その告知というか、説明の動画をね、上げさせていただいてるんで、そちらご覧になってる方は、まあ内容は一緒になりますんで、もう知ってるよと、見ましたよという方はスルーしていただいて大丈夫です。うん、内容は一緒になりますんで。で、まあ今回第4弾ということでね、まあ去年第1弾から第3弾まで、まあ3回ほどね、グッズの販売をね、やらせていただきました。多くの方にね、お買い求めいただきまして、本当にどうもありがとうございました。で、今回はですね、ちょっと、まあ、事情というか、まあ、今回こういった形でやらせていただいた、まあ、目的がね、まあ、過去の3回とはちょっと違うところがありまして、まずはその、まあ、前回までね、1回から3回目までのね、お買い求めいただいたお客様からの声というか、その中で、まあ、だから、まあ、アンケートも取らせていただいたりしましたよね。で、その中で、まず、その、まあ、外でね、着れるデザインのものが欲しいよと。例えば、旭日旗柄だったり、うん、まあ、デザインはね、派手で、自分好みではあるんですけど、ちょっと破壊力高すぎて、ね、パンチが効きすぎてて、それはそのまま外に着て出ていくのは、ちょっとな、とか、うん、っていうね、声も結構ありましたんで、まあ今回デザインはシンプルにね、ワンポイントでやらせていただきました。で、あとはまあ、まあ今まで T シャツはすべてこの半袖の T シャツをね、用意させていただきましたけども、例えば日焼けが、まあこれからね、どんどん暖かくなってきますよね、夏に向けて。で、あとはその元々肌が弱いっていう方、まあ例えばアトピーでね、苦しんでる方とか、まあ治療中っていう方もいらっしゃるようなので、まあ半袖だとそのまま着て、ね、出ることがちょっとできないですよと。長袖はないんですかっていう声が結構あったんですよね。で、まあ、その日焼け、まあその色をね、今回ネイビーで用意させていただいたんですけども、例えばその日焼けしにくい色を、まあちょっと考えさせてもらって、まあ白とか明るい色よりは、まあ黒とかね、そのなんだろう、ダーク系の暗めの色の方が、まあ紫外線をよく防いでくれるじゃないですか。なので、まあ、第1弾が黒の T シャツをね、用意させていただいたんで、じゃあまあ今回ネイビーと、汚れも目立ちにくいしネイビーでいきましょうということで、まあこの色を採用させていただきました。で、まあオールシーズン使えるものになりますんで、まあインナーとしてもアウターとしてもね、使用していただけますんで、季節問わず使っていただけるんじゃないかなってところです。で、まあ実際にその T シャツそのもののね、まあ素材とかメーカーとかのね、説明も今回もね、簡単にですけど、ちょっと説明させていただきますけども、まあこのロングスリーブ T シャツなんですけども、まあ第1弾第3弾の時のね、シャツと同じで、老舗のね、昭和5年1930年からやってらっしゃる、まあ昭和5年創業の日本のトップアパレルメーカーが扱ってるシャツになります。 5.6 オンスロングスリーブ T シャツがベースですね。で、まあ、生地は、第1弾、ヘザーブラックの、ハードタイプの T シャツだったんで、今回それよりも柔らかいタイプですかね。うん。で、まあ、コットン 100% ですかね。で、生産工場は、なんか日本メーカーの中国工場の取り扱いになります。なので、まあ僕個人的にはね、なんかこう現場仕事、ね、外でね、作業される方とかにも、なんかほら、下にこの、なんか着てやってる方とかね、よくいらっしゃるじゃないですか。そういう使い方でもいいのかなと、思いますけども、まあ、もう何回も何回も洗ってね、繰り返し使っていただけるように、うん、頑丈なやつを用意させていただきましたんで、はい、もうガンガン使い倒していただければ、幸いです。うん。で、まあ、ロンティー、まあ、これだけでもね、
カッパ延長グッズとしてね、楽しんでいただけるとは思いますけど、過去お届けした、その、例えば、第3弾ですよね。パーカーを着て、このロンティーを着て、その上にパーカーを羽織って、まあ、例えばね、靖国神社に参拝に行くもよし、まあ、実際そのね、パーカーを着てね、お出かけされた方のこのね、SNS に上げていただいた、Twitter に上げていただいた方、ね、何件も画像の方をね、見せていただきました。いやー、やっぱりね、そのせっかく用意させていただいたんで、実際にこう使ってらっしゃるところをね、こう見させていただくと、やっぱり単純にね、純粋にやっぱりこの、なんていうんですかね、こっちも、ああ、やってよかったなって、うん、喜んでもらってよかったなって、励みになりますんでね。よし、じゃあまた次も頑張ろうっていう形になりましたんで、本当にどうもありがとうございました。ですから、まあ、そのパーカーとね、組み合わせて使っていただいてもいいんじゃないでしょうかね。うん、まだまだ寒いね、そういう地域もあると思いますんで、うん。なんで、例えば今回のこのね、ネイビーのロンティー着てる人同士、まあ街でね、こう見かけたら、まあちょっとね、勇気はいるかもしれないですけど、ね、ぜひ声をね、お互いにかけていただき、ね、まあ、そう言ってもね、コロナ禍なんでね、このソーシャルディスタンスは守りながらですよ。まあ、もしよかったらね、そのまま一緒にね、お茶でもして、な交流を深めていただけたらなと。ね、私、カッパ園長でもいいし、ね、ムンちゃんでもいいし。まあなんかそのね、話を出しにクスッとね、楽しい時間を過ごしていただけたらね、いいんじゃないかなってところです。うん。あるいはね、このネイビーのね、ロンティー着ている、まあ、女性を見かけたらね、もしかしたら一緒にお茶してくれる可能性は高くなるのかなーなんて、かもですよ。あくまでもね。で、女性は女性で、このネイビー色のね、このカッパロンティー着てる男性にね、声をかけられたことがきっかけで、あるいはなんか交際に発展したとかね、さらに発展して結婚したなんていう話がもしありましたらね、もしですよ。まあぜひこのツイッターで報告していただければね、私や、あと他のサロン生でね、全力でね、お祝いのメッセージをね、伝えさせていただこうかななんてことも考えてます。もしですよ。ね、もしそういったことがあればですよね。うん。あ、でもね、ちなみにね、全く、いや、そんなことはありえないだろうと思うじゃないですか。でもね、まああんまり詳しくはね、そのお名前とか、ね、企業名とか個人名とか出すことはできませんけども、このね、私のね、このね、カッパサロン、サロン生、ね、参加していただいている方の中にはね、まあ、普通に聞く人が聞けばね、知っているであろう某 IT 企業の社長さんとかね、あとはまあ、現役のミュージシャンの方もいれば、あとはまあ、男女問わず、ね、年齢問わず、ね、何かしらこの企業のね、経営者をされている方もいますし、あとはまあ、そうですね、まあ、貿易方面っていうんですかね、うん。まあ、例えば、あと、マーケッターっていうんですかね、そのマーケティングを専門にやられてる方とかね、まあ、コストコだったりとか、うん、かなりね、いろんな、まあ、あと他になんか何かしらのこの事業をやられてる方とかね、うん、まあ、興味深い面白い人がね、個性的な人が、たくさんいらっしゃいますんで、わからないですよ。どこで何がね、このチャンスになって、転機になって、ね、発展していくか、それはわかりませんので、うん。まあ、ちょっと話がそれましたけども。要はね、今、このね、私がこういったね、去年はオンラインサロンもや、ね、スタートさせていただきまして、で、あとグッズの販売なんかも進めさせていただきましたのは、ただ単に私のね、このチャンネル、動画を、まあもちろんね、それを応援してね、楽しんでいただけて、応援していただくのは本当すごいことだなと思いますし、感謝してるんですけども、そこからさらにもう一歩、なんだろうな、突っ込んでというか進んでですね、なんかこう、ファン同士、ね、まあもちろん私も含めてですけど、なんかそういうね、交流の場というか、うん、なんかそういうコミュニティをね、作っていく、そういうきっかけになればなっていうのがありまして、うん。だからまあ、今後ね、ちょっとまあ、近日中にね、公開できると思いますけど、皆さんがね、これご覧ってのはあなたが、まあ、サロン生同士ですかね、うん。私のカッパ園長のファン同士ですよね、ファン交流サイト、まあ、新しい、まあ、サロンとはちょっと違うんで、ね、ファンサイトですよね、ファンの交流サイト、まあ、そういったね、別なプラットフォームで、そういったものをこうね、作ろうと、まあ、そういう構想中、まあ、大体ね、どういうプラットフォームで、ね、どういう形でやろうっていうのはもうちょっと当たりがついてて、まあ、近日中にね、そういったこともやろうかなと考えてます。で、あとはまあ、例えばね、その、
なんだろう、ファンサイト内でね、例えば、さっきまた経営者さんがたくさんいらっしゃるって、お伝えしたじゃないですか。だから実店舗、ね、事務所なりお店なりをこうね、お持ちの方で、まあ、サロン生の方が、まあ、お店にね、カッパシャツ着て、行くと、なんかしらこの商品とかサービスとかこう割引のね、適用だとか、まあ、そういったな、例えば飲食店とかだったらね、まあ、最初のね、一杯が無料になるとかね、うん。なんかそういうこのサロン生とかね、このカッパ延長グッズを持ってる、要は仲間ですよね。仲間同士で楽しめるような環境を、まあ、作っていく。まあそういうこうなんか起点というかきっかけになればいいかなっていうね、そういうふうに考えてますんで、うん、ただ私のことを応援してくださって、まあもちろん動画楽しんでいただくのがまず一番なんですけども、それもね、さらにこう深くなんかこうね、もっとなんか、楽しい感じでね、もう仲間同士で盛り上がっていけるような環境を作りたいなっていう形で、まあ今年はね、特にね、それを形にしていこうと思ってます。うん。で、まあ今回のね、このロングスリーブ T シャツのコンセプトなんですけどもね、まあ先ほど最初にお伝えしたようにね、ファンの方からね、前回までのこの購入いただいた方からの、まあアンケートをもとにね、まあニーズですよね。うん、こういうのがいいんだけどっていうのに、お答えさせていただきました。で、あとね、これはまたその商品そのものではないんですけども、購入をもっとわかりやすくね、してもらえませんかと。どうしてもね、前回まではそのサロンを一回、ね、サロンの方に一回、訪れていただいてっていう形をとってたじゃないですか。で、今回それやめました。うん。なので、もう一個のチャンネルの方、今日ね、アップロードした分からは、ね、もうご確認いただいて購入していただいた方も何人もいらっしゃるみたいで、本当にありがとうございます。動画下の説明欄の方にね、まあ、販売ページに飛ぶリンクをもう載せてありますんで、そこにね、飛んでいただいて、もう、すぐ、購入申し込みの手続きに入れますんで、うん。非常に、前回までと比べると分かりやすくなっているはずです。うん。で、あとですね、今回ね、まあその今までの過去3回とは違うっていうのをお伝えしましたけど、何が違うかというと、今回こういったことをやらせていただいてますのは、そのサロン1周年記念、まあ、要は お祭りっていうかね、ファン感謝祭の一環みたいな。なので、まあ、例えば第1弾のこのね、半袖の黒い T シャツ、これ8800円でやらせていただいたんですけど、今回もね、ロングスリーブ T シャツなんですけども、まあ、半額の4400円、ね、当初予定していたんですが、そこから、やっぱりね、サロン1周年って、やっぱりこう、僕の方からも皆さんに本当感謝でしかないんで、これをもうさらに値引きさせていただいて、3980円でね、うん。まあ、ちょっと、実際にそのね、業者さんとかと、いろいろ交渉とかもあったんですけども、まあなんとかね、ご協力いただけることになりましたんでね、3980円っていう、まあ設定でね、やらせていただくことになりましたんで。で、だからというわけじゃないんですけど、ちなみに今回はね、前回までは用意させていただいたその特典動画っていうのはなしで、お願いしています。うん。ですからこのカッパ延長グッズ、今回第4弾。ね、オンラインサロン1周年記念ということでね、特別のご案内になりますんで、まあ数量限定でね、いつも通りやらせていただきますんで、まあなくなり次第終了になります。で、まあ再販というのはね、これはもう第1回目から3回目までもずっとお伝えしてますけど、再販はね一切予定してませんしやりませんので、まあこの機会にね興味ある方はぜひ、まあ、お祭りなんで、ご参加、ご賛同いただけると嬉しいです。期間としてはね、今日からですね、一応20日までを、来月ですかね、うん、3月20日のね、ちょうど春分の日ですよね、を最終日という形でやらせていただこうかと考えてますんで、まあ、ぜひね、ご興味ある方はご検討くださいませ。ということで、長々と説明お付き合いいただきまして、本当にどうもありがとうございます。では、ごきげんよう。